安倍の葬式はうちで出す。今度の捨て台詞は。17日の朝日新聞社説を引用する。安倍晋三内閣に異を唱え、安倍の葬式はうちで出すとまで報告した新聞だ。16日に発足した菅義偉総理と新内閣を、不具体点の敵安倍前首相阿流と批判する。新閣僚20人のうち8人が再任、3人が横滑り。行政改革に熱心な河野太郎防衛省の行革層への起用や、菅氏が旗を振る行政のデジタル化を主導するデジタル層の新設などに菅カラーは伺えるが、全体は安倍改造内閣と言ってもおかしくないとけなす。政策のほか人事、体制においても安倍政権の継承は歴然だ。7年8ヶ月に及んだ長期政権の行き詰まりを打破し、傷ついた民主主義の土台を立て直すことができるか、前途は険しいというほかないと突き放す。そして社説の趣旨は、安倍政権下の主流派がトップの顔をすげ替えて、その権力構造の維持を図ったのが今回の首相交代ではないのか。約8年ぶりの新しい首相の誕生なのに、高揚感には程遠い。政治のダイナミズムは感じられないと、切って捨てるような断定だ。突然の首相辞任を受けた、いわばリリーフ当番であったとしても、首相となった以上、菅氏には日本が直面する難題に正面から挑む重い責任があるという。気がかりなのは、総裁選の論戦から、菅氏が思い描く経済社会の将来ビジョンが明確に伝わってこなかったことだ。世界に目を向ければ、米中の覇権争いが激しさを増している。国際社会の安定のために、両国と関係が深い日本に何ができるか、と糾弾する。それはいい。安倍政治の下で歪められた政策決定のあり方や国会の空洞化も、この機会に正されねばならない。問題の多い安倍氏の政治手法まで継承されてはたまらない。実は国会の空洞化は特定野党のサボタージュが原因だったが、そこに見向きもしない。閣僚や与党内からは、新政権への世論の期待が冷めないうちに衆院の早期解散に踏み切るべきだとの声が出ている。自民党内の派閥の合唱連合で首相に決まった菅氏が、国民に直接信任を求めることは一概に否定できない。だが今、求められるのはコロナの収束に政府の総力を注ぐことだ。その優先順位を見誤ってはいけない、と政権を縛る勢いだ。さらに18日の社説では慰安婦合意の意義を再評価し前進をと自説を繰り返した。よほど安倍前首相退陣直後の世論調査支持率 70% 超え記事に、コアな読者から猛烈な批判があって菅新政権への面当てめいたた向けのつもりだろうか。社会の好機としての品位も感じられない。お聞きいただき感謝申し上げます。